エーダ・クレア、次期不詳。エーダ・クレアは、サウスカロライナ州チャールストンに生まれた、アメリカ合衆国の女優、作家、フェミニスト。クレアは、貴族的な南部の一族出身だった母方の祖父の元で育てられたが、18歳頃からクレア後に、エーダ・クレアはあまりにも批評家たちの評価が悪く、彼女は執筆活動を控えるようになり、 以降はもっぱら地方の劇場専属劇団の舞台で活動することに専念した。1868年、俳優フランク・ E のイエスと結婚した。クレアは、1874年1月30日に、ニューヨークの自身の代理人の事務所で、ペットの犬に顔を噛まれる事故にあった。やがて傷は言え、クレアは舞台に復帰しようとニューヨーク州ロチェスターに、 赴いたが、一月ほど経った3月2日に狂犬病を発症し、3月4日に亡くなった。ありがとうございます。